はい、こんにちは。今回も COD モバイルをやっていきたいと思います。バトロワのアニバーサリーイベント、いろんなことがね分かってきました。ユーザーの方からね手紙について教えてほしいということがあったんですが、手紙の謎も分かりました。あとね、暗証番号を使うところも出てきてるんですよね。ちょっとやってみましょうか。なんか面白いんですけれど、暗証番号ね3桁かな入手しても、どこで使うんだと。扉を開けるんだけれど、その扉が消えてなくなっているってところもあるんですよね。クラッシュサイト、ここクラッシュサイトにその暗証番号を使って開ける扉があるんですけれど、それがねなかなかね扉があっても暗証番号がヒントがないとかねあるんで、ちょっとやってみたいと思います。すいません。うわ、今日いっぱいいるな。さあ行きましょう。クラッシュサイトか、また軍事研究所。あ、もう近い。ここクラッシュサイトなんですね。環境、これ船と思うんだけれど、船の環境のところに暗証番号のヒントがある、なんかタブレットみたいなものが3つあって、ちょっと行く前に武器を集めなきゃ。よし、いいかな。よし、行こうか。ここなんですね。ここのところに、あった。これ、チェック。6。6を覚えとこう。この扉があるんですよ。6、チェック。6、2。あと1個はどこだ？あと1個は、この付近に、あったんだけど、あ、ないな。あった。これ。624。あ、どこだ。何やってる？624でしょ。で、ここで、624。ダメ。246。624。あれ？なんだ、端でヒント264。642。あれ246。あれ、なんで違うんだ。端でパスワードのヒント、これ6だよね。これ違うんだ。これが6、そしてこれが2で、これが4でしょ。あ、赤で4か。赤4、赤で4。あ、ちょっと待って。赤が4。黄色が6。わかった。赤が4。黄色が6。これ。あ、承認。いった。金庫開いた。あ、いっぱいもらえる。あ、こんなこと？金庫が開いて。あ、ということはさっき、暗証番号なかったのは、あ、扉のロックのスイッチがなかったのは、もうすでに、ああ、もう開いていたってことか。
あ、これなんだ。ウォーマシンがもらえるんだ。あ、ちょっとこれに切り替えてウォーマシンもらおうか。ああ、もう開いていたんだね。この扉が暗証番号が分かって。というふうにしてできます。面白いでしょう。よし。手紙もあるんですけれど、手紙はこの屋上にいるかな？サソリみたいなものがいるんですよ。サソリちゃん。あ、いたいたいた、これこれこれ。これ。違う違う。で、読む。はい。これ手紙が出てきます。なんか打ってきた。サソリみたいなやつを打つと、お、いるぞ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 。サソリみたいなロボットを打つと、手紙が出てくるんで、はい。それを開けて読むと、手紙、ポイントゲットできます。あ、ゴリアテいる。気をつけよう。ゴリアテいるぞ。やばい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 。もうやばかった。ということですね。手紙を集めるとまたプレゼントがもらえるんで、また後からそのヒントを教えたいと思います。まずは早くアンチに逃げよう。またゴリアっているな。アトラス、ここもパス。また言われそう、ユーザーさんに。なんでリロードやらねえんだ。リロード遅すぎるって怒られます。なんで怒ってるのかわからないんだけどね。なんだろうね。よし、けけい。パスワードは毎回変わりますんで。色と数字が合わないとロックの解除ができないということなんですね。これ登っていけるか？よし、けけい。もういないな、ゴリアテは。ゴリアテがどこで見つかるのかっていうのもまだ分かってないんですよね。銃声か。なんかいるぞ。違う。よし、ここで休憩しようか。もうアーマーもないぞ、ほら、おじさん。あ、もうアンチが変わりましたね。よし、いっか。
遠くに行かない。この付近にいよう。ああ、ゴリアテいますね。もう青いところがないからね。あ、スタンドオフにあるけど、もう遠いもんな。はい。さあ、来いよ来いよ。はい、狭くなってきた。まだ十分余裕はあるな。ゆっくりそこ。まあ、面白いね。あの夏のニュービジョンシティと同じ感じかな。うん、面白いと思います。暗証番号を使って開けるっていうのもね、面白いですよね。色と数字が合わないと開かないというところもいいですよね。橋ってどこだろう。橋に行けばヒントがあるって言われたけど、どこの橋なんだろうね。来たよ。通り過ぎた。あ、来た来た。ゆっくり歩いてきたな。よし、あと少し。ゴリアテは3体いるけど、早く移動しないとアンチに入れないよ。2体入ってきたな。今回は手紙とパスワードだったんだけど、次のミッションはゴリアテだな。ゴリアテを見つけて操作したいですね。よし、ここか。じゃあ行きましょう。行くよ。アーセナルエアドロップはまあいいです。クラスのアップグレードもいいかな。あ、ないんだないんだ。で、これなんだろう。これゴリアテのエネルギーかなんかかな。あ、いるよいるよいるよ。右後ろ。正解。よし、クラスのアップグレードできました。もう拾えるからね、別にターミナルに行ってアップグレードする必要もないんだよね。なんか最近音に敏感になってきた。私ね、生活難聴なんですよ。ある周波数の音だけ聞こえないという、まあ、わけのわからん生活難聴で、治療できませんと言われているんですけど、なんかちょっと音が分かりやすくなってきました。まあそんだけゲームに集中してるんでしょうねと思っておきましょう。よし、さてどこに行くか。外れに行こう。ギリギリのところに行こうか。あ、車来た。やばいよ。とりあえず何やってる。かっこよく入ろうと思ったら
ミスってやんの。向こうからは丸めや、なんだっけ。お、まだ2体いるな。さあ、車来たよ。よし。ゴリアテ2体だな。あれ、ゴリアテのところになんか変なマークがあるね。これなんだろう。あ、こっち来る、ゴリアテ。ウォーマシーンがあるから、ウォーマシーンでやっつければいいのかな。こっち来んな、ゴリアテ。お、トップ10に入った。ゴリアテがいるからな。お、ゴリアテ同士が。あ、こっち来んな。よしよしよし。あ、こっち来るぞ。撃つな、撃つな。来たよ。うわ、もうゴリアテには勝てないな。でも6位か。でも今回、手紙は、手紙はいいんだけれど、パスワードの、謎が分かったんで、スペースキャリアの金庫の扉でしたっけ。分かりましたね。はい、よいしょ。なんかもらえたよ。お、なんかエモート。お、サッカーのエモートもらえた。お、ラピッドファイヤー。お、いいね。おお、かっこいい。お、これいいな。装備しよう。どこに装備するかな。ここ。よし、オッケー。オッケー。よし、その、手紙を確認しましょう。あ、これ注目手紙ね。GO。ここにプレゼントマークがついてますよね。1から30の上に。この1から30の上の、あ、これなんだ？はい、これいいですね。これプレゼントマークないんだけれど、プレゼントマークのついてる手紙があります。どこだ？これ違うな。あ、これこれ。この28番。ここタップします。そうしますと、ほら、手紙の左側で動いてるものがあるでしょ？ここをタップすると、はい、もらいました。コーリングカード。ありがとうございます。あ、まだある。ここも。ここの手紙の、これなんだ、重複っていう意味かな。これも、なんだろう。あったあった、これ。はい、ここ、タップします。お、なんかもらえた。チャームかな。もらえた。で、これはなんだろう。またびっくりマークあるけど、これはプレゼントはありませんということでね。はい、プレゼント、ゲットすることができました。あとは何もないな。アトラス。戦場。これで。おお、もらえた。バックパックアニバーサリーセレブレーション。ありがとうございます。という感じですね。はい、ということで、今回はね、バトロワのアニバーサリーイベントで、お手紙と、あと、スペースキャリアってやつ。スペースキャリアの金庫の暗証番号の解読に成功しましたというお話でございました。今回はこの件で失礼します。ほんじゃまた。